はい、ありがとうございます。ちょっと先ほどまではジャイカ海外協力隊で、ザンビアで何されてたのかっていうところをお話をお伺いしたんですけど、ここの動画からは今何してるのかっていうお話をしてもらおうかなって思ってます、はい、ジャイカ海外協力隊で2年ザンビアに行かれてたじゃないですか、はい、でそのザンビアに行かれた後、今後どういうキャリアを歩みたいかみたいなところってどういうふうに考えられてました？向こうにいて1年間経った時ぐらいで、今後のこと考えてはいたんですけども、はい、何をやろうかなと思った時に、 IT 系のエンジニアとして働いていた経験があって、ただそこから4年ぐらいのブランクが空くことになったので、日本帰ってからまた IT で働くの大変かな、しんどそうだなっていう漠然とした思いがあって、はいはいはい、だったら別のことがしたいなっていうのがあって、で何しようかなって思った時に、私の実家がスナックをやっていたんですね。ただそこまでめちゃくちゃ儲かってるわけではなかったので、話を聞いてみたんですね、母親に、そしたらお客さんも減ってきて、今ほとんど私一人でやってて、どうしようかなみたいな感じだったんで、じゃあ僕がスナックに手伝う感じ入ってなんかやろうかなって思ったんですよ。僕日本酒が好きで興味を持っていて、僕浅草に住んでたので立地も良かったので、海外の人も結構多かったので浅草って、だからそこで日本酒のね飲食店みたいなのがあったら外人の方に喜ばれるんじゃないかなっていう思いがあって、それをまずやろうって考えてたんですね、そうなんですね、今スナックされてるところを日本酒バーみたいな形にしようと思ってた感じですかね。そうなんですよ、まさにそうです。なるほど。実際今もやされてるんですか？実はですね、コロナ入っていろいろ状況が変わって、お店を潰す、実家がなくなることになってしまって、お店自体はなくなってしまったんですと。そうだったんですね、協力隊酒場トミーズっていう屋号でやってはいたんですけども、なくなってしまって、ただこのまま全てをなくしてしまうのはもったいないなと思ったので、この考え方とか、これから日本酒はやっぱりまだまだチャンスがある、世界的にもビジネスチャンスに恵まれてるものだとは思うので、まだこういう活動はしたいなと思ってて、っていうのと日本酒を通して国際協力につながるような何かできればいいかなと思って、今活動実はしているんですよね。なるほど、そうなんですね、具体的に今何されてるんですか？ジスパっていうジャパンインターナショナル酒プロモーションアソシエーションっていう団体を、それもすでにある名前なんですか？それ私たちが考えたんですけども今ない名称を作ったってことですか？そうですね、そこの団体立ち上げて、日本酒のオンラインセミナーっていう一つの企画があって、それはずっとやってたんですよ、一昨年ぐらいからかな、1年ぐらい続けてて、でこの活動これだけだと面白くないし、いつか終わりが見えてるし、広がりがないなっていうので、いろんな活動内容とか事業内容をちゃんと考えて団体として活動しましょうと思って、今始めてるところですね。なるほど。そのジスパ、そこはどういうことを目的としたやつなんですか？一つの大きな目的は日本酒を日本ないしは世界に広めて普及しようっていうのが目的ですね。大きな具体的にはどういう形でプロモーションしていくんですか？今企画いろいろ考えてはいるんですけどね、とりあえずまずは日本酒オンラインセミナーっていうのをもうちょっと海外向けにバージョンアップして、今まではずっと日本人の方たちばっかりだったんですけども、今後は海外の方とかもなるべくセミナーに参加してもらったりして、そこでも英語で発信できるような状態にしていこうかなっていうのがまず一つと、あとはですね、我々もですね YouTube で日本酒の解説動画を作ったりとか、考えてたりとかそこの YouTube では日本酒の良さとか、そういったところを伝えていくような、そうですね、日本酒の、もう良さもそうですし、日本酒のですね作り方とか製造工程の話だとか、海外で日本酒が今どういう風に広まってるのかとか、なるほど。実際ジスパを今後進めていこうと思われてると思うんですけど、最後言ってんだけ、ジスパに関しては、どういう団体でこれからやっていこうとされるんですか？ NPO 団体としてですね、始めたくて、民間企業とかではなくて、まだそうですね、これから申請ですね、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちなみに今ジスパでフルでコミットしてるわけでもないですよね。他は何されてるんですか？他がですね、先ほど話したように、当初日本酒バーをやってて、スナックの場所を間借りしてやらせていただいてたんですけども、土日月しか営業はしていなくて、でそれ以外はスナックの日だったんですね、なので平日が結構ガラッと空いてたので、時間が余ってるからなんかできないかなと思って、他に仕事を探そうかなと思って、結局僕が活かせる部分をやるってなると、IT と国際協力の経験と、あと英語っていう部分だったので、その3つが活かせるので、いろいろ探して、結局 IT 系のまた会社に就職してるっていう、じゃあもう今は IT 系の企業に勤めながらジスパっていうのも今後やろうとしてるって感じですね。ちなみに IT 系の企業っていうのはどういうことを今されてらっしゃるんですか？システムエンジニアを派遣して常駐してプロジェクトを参画するっていうような仕事で、今はですね、某大手の銀行さんのところに入って、そこのシステム開発部で入ってて、ウェブの銀行
行が使ってる独自の、まあ、ウェブのシステムがあるんですけど、それの保守とか開発っていうのをさせていただいてますね、はい、あそうなんですね、はい、実際それって前職が生きたこととかってあります？協力隊の部分で英語の部分を活かせてるっていうのと、うん、今のプロジェクト入っても1年ぐらいなんですけど、その前がまた別の開発のプロジェクトに入ってて、でそこがですね、開発部隊がフィリピンの人たちに開発してもらったんですよ。そこで頻繁に英語を使う機会が多くて、会議とかも全部英語とかでやり取りしてて、はいはいはい、でそこで日本の基準ってすごい高いんですよね。開発して出来上がってくるものに対する敷地がすごい高くて、ただフィリピンの方々ってできましたっつってできたものが全然達してないんですよね、はい、バグが多かったりとか、うん、見た目がすごい悪かったりとか、途上国あるあるというか、うん、そういうものだろうなみたいな、日本人の敷居が高いからしょうがないのかなみたいな、はい、ちょっと優しい目で見てたんですけど、やっぱり実際はね、はい、すごい厳しい指摘をするわけなんですよね、はい、でかなりそういうことですよね、やられてましたけどはい、ありがとうございます。最後にちょっと今後のキャリア、今後時田さんどういう風にされていくのかなっていうところをお聞きしてもいいですか、はい、今後ですね、先ほど話してたジスパの活動っていうのはもちろんこれからね、まあ、スタートするところなので、うん、やっていきたいっていうのと、もう一つは IT のシステムエンジニアとしての仕事もこのまま続けていくとは思うんですけども、もうちょっとフルリモートで完全に働けるようなところに転職して東京から出ようかなぐらい考えてますねなるほど、そうなんですね、はい、実は今年の6月に家族が1人増える、あそうなんですね、おめでとうございます、はい、そういうのもあって、はい、大きい家で広々としたところでのびのび育てたいかなっていうのもあって、うんうん、まあ、確かに IT の良さはどこでも働けるところですもんね、うんうん、なるほど、ありがとうございます。ちょっと最後にっていうところで3つお聞きしたいなと思ってるんですけど、はいはい、まずザンビアとかいろんな国から出たと思うんですけど、うんうん、日本ってどう見えますか？海外から見てどう思われてるかとか、それを知って僕はどう思うかとかもあるんですけど、うんうん、まずはちっちゃい島国なんだなっていうのはすごい思って、うん、考え方とか価値観とか、うん、宗教観とか、うん、そういうのもすごい偏った国だなっていうのが一つあって、他の国から見ると日本ってすごい恵まれてる国かなとはでも思うんですよね。治安的な部分とか貧困でもそんなにないですし、環境も災害とかがちょっと大変さはありますけども、トータルで言ってまだ恵まれてる国、戦争とか紛争もないですし、基本的に身の危険を感じることは少ないんですよ、日本にいる限りは。っていうのもやっぱり日本って守られてる、いろんなものから。なので日本ってそういう安全な国なのかなと思ってますね。なるほど、うん、そうなんですね、まあ、確かに恵まれている国ではありますよね、うんうん、ありがとうございます、はい、もう一点ちょっとお聞きしたいのが、うん、はい、時田さんにとって国際協力って何ですかね、うん、行き着く先っていうのは世界平和だと思うんですよ、僕ね、はいはいはい、僕これ JICA の面接の時にも話したんですけども、うん、国際協力一つ一つ自分たちができること、世界にとっていいこと、例えばゴミポイ捨てしないとか、うん、海をきれいにしましょうとか、そういうことってつながっていくと思うんですよね、うん、結局目指すべきところって世界平和、うん、紛争がなかったり貧困がなかったり、みんながそれなりに暮らしていける環境っていうのをやっぱり作るべきなのかなっていう、そこの一つあるのが、まあ、国際協力なのかなっていう、うんうん、国際協力っていうワードに収まらずしても別に何かしら世のためになることはたくさんあるとは思うので、自分ができることを精一杯頑張ればいいのかなと。確かにそうですよね、もともと目的は大きいものですよ、うん、大きいものを達成するために、うん、今例えばゴミを捨てないとか、うん、そういったところが紐づいてるわけで、そこは巡り巡ってそこに繋がるんだろうな、うん、みたいなところが時田さんにとっての国際協力ですかね、うん、私がだからできるのは情報発信がメインになってきますかね、うん、今後はね、実際にその具体的に活動するっていうのはいろいろ難しいことがあるので、うん、経験したことをこういうふうにして情報発信するとかっても一つの国際協力かなとは考えてますね、やっぱり。なるほど、うん、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になんですけど、時田さんが今後国際協力とかに携わりたいなと思ってる人たちにアドバイスするとしたら何ですかね、はいはい、最近は情報がね、やっぱりインターネットとかでね、うんうん、たくさん入手はできはするんですよね。私の時はあんまり情報がなかったですし、うんうん、実際に人の話を聞く機会もそんなになかったんですけど、今結構溢れてきてはいる気がしてて、うんうん、ただ実際百聞は一見にしかずっていう言葉があるぐらいなんですけども、実際行くのと聞くだけで全然違うので、うん、もう実際にやっぱり行ってみてほしいですね。そうね、現地にね、まあ、本当ここで考えてる内容なんて恐ろしくかけ離れてるから 100% 僕はねこういう風な感覚で帰ってきてますけども、うん、実際これを見てる視聴者の方たちはもしかしたらプラスで帰ってくる可能性もありますからね。もちろんそんなのね、うん、行ってみないと分かんないことだから、行ってもない人が批判しちゃダメだよ本当、はい、そういろんなね人の意見がありますから ね本当そうなんですよ、はい、まあでもまずいろんな聞くのもありだけど、うん、行ってみろっていう話ですかね。そうです、うん、行動は最大の武器です、ね、そうですね、行動力がね、うん、はい、確かに、ありがとうございます、はい、じゃあちょっと今日は JICA 海外協力隊に参加されて、その後、うん、IT 企業とかに勤められている時田さんにお越しいただきました、うん、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします、はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。